だけども、それとこっち正面だからこっち当てで私が握るからお客さん一番満足してくれますよね。大輔はこれ持って歩くだけ。その頃になるともうあなた切りつけだけ、あと一番楽な仕事あるらやってて、一番大変なのは親父がやってると思ってるんだけども、もうそこへ来るのにもう9割5分はもう出来上がってますから、一番偉そうに立ってるやつが一番仕事してないっていうこと。できたかはこういうのは全部この人たち任せでしょ。だから私が一番得してるんです今。中さんはお前さんもまだ仕込みやってると思ってるね、そうだよだけど元を正せば全部俺が教えたことをやってるだけだよねやっぱりお寿司ってそういうふうに誤解されやすいんですかね。人の前でこうなんかすごく派手なアクションがあるじゃないですか。で天ぷらだとか、ね、はい、おサバなんかに比べたらずっと動きがかっこいいじゃないですかと思いますよ。そう、舞台になってるからと思いますよ。一番得してるのは私ですよ、ね、動いてなかったら自分の体を持て余すじゃないね。動けなくなったらしょうがないし、それから出て見苦しかったらもうやめます。これは自分の意思じゃなくてお客さんが見て汚らしいっていうんであればやめなきゃならないし、で85になってまだ働くって、それは働かなかったら退屈でどうしようもないですよ。追い出されますよ家から邪魔だから出てってくれって。自分が今まで何十年70年もやってきた、70年75年やってきた仕事を今続けているから、あら大変ですよこれ。でももう4コーナー回ってるんじゃない